2018年1月の11日、13時27分です。よろしくお願いします。ちょっとね、生活保護完全マニュアルといって、こちらの写真をご覧ください。ですね、ケースワーカー歴、11年の小川祐希さんという YouTuber の方がこの右手の方なんですけれども、小川さんをゲストにお招きして、生活保護完全マニュアルという、番組を作っております。で、小川さんに、生活保護の相談をしたりですとか、生活保護反対派の方の意見っていうのを、ちょっと番組に出演したい方っていうのを募集してますので、もしね、番組出演したい方は、DM か LINE の方をいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。結構ね、前回、昼間だったんだけど、昼間だったんだけど、どれくらい集まったかな？結構集まったんですよ。結構集まりましたね。うん。だ、売名にもなると思うし、逆に、生活保護のことを知りたいっていうのは、いいことだと思うんで、こう、生活保護のね、ご意見っていうのを、ぜひ参加していただける人いたら、よろしくお願いします。さて、じゃあワックス磨きますか。ワックス磨きながらやろうね。昨日買ってきたのが、よいしょ、ルーターどこに置こうかな。だんだん置き場所がなくなってきたな。反対派が多すぎたら審査して絞り込むんですか？一応ね、今回3名か2名かぐらい募集しようかなと思ってますね。そうですね、反対派が多すぎたら審査してこうやろうとは思ってますね。2名か3名ぐらいを予定してます、僕の頭の中では。で、もし、スタジオをお借りすることができて番組作り込むことができたら、もうちょっと多めにやろうかなっていう。尺多くできるんで。そんな感じですね。反対派の方とか質問者は、先行させていただきます。まあ、意図としては、なんでその反対派の対立構造を作りたいかって、さっき小川さんにもお話しさせていただいたんだけど、多分反対派の意見っていうのをこう入れた方が議論が活性化するし、正しい知識が身につくと僕は思ってるんですよ。一方的なこう意見を言ってるだけだと、それって本当なのとか盲点だったりとか、こう普通の人がこう言いづらいっていうかさ、反対論者の人って結構ズバズバ言ってくれるでしょ。いや、不正受給があるから撤廃した方がいいんだって。で、その時多分小川さんとか、いや、憲法25条に生存権って書いてあるけどご存知ですかっていう、そういう専門的な議論になってくるじゃん。で、憲法論争とかにもなってくると思うんで、だから結構面白くなるんじゃないかなっていうのが俺の考えです。はい。それでやりたいっていう。
結構ね、前回番組好評だったからありだとは思うんだけど、 YouTube のね再生数も結構伸びてるんですよ、あの動画。結構いい感じに番組はなりそうだなとは思ってるんだけどね。あの番組面白かったでしょ、見た人。結構ね好評だったんですよ。おい、知らんけど風船ありがとう、アイテムありがとうございます。ちょっとルーターを磨かせてください。年季が入ってるから結構。よいしょ。で、ルーター右側の方がいいんだけどな、本当は。どうしようかな。右に配置。まあね、募集してもしいなかったら、まあいなかったらいいと思うんだけど、いたらいたで番組の参加者がいたりとか、やっぱりその若手の配信者とかにも活躍する場所を設けたいっていうのが自分の考えなんで、もしね番組参加開放とか出ればいいんだよな、こういう番組な。開放とかいいと思う。生活保護じゃなくても全然いいよ、もちろん。ただまあ、あの質問してもらう内容というのは生活保護になるけど、そうそう、こういうのに積極的に参加していかないと生ぬとしとして露出が上がっていかないでしょ。どんどんこういう企画とか募集とかあったらバンバン出ないとね。俺は飛び込んでて、若手の頃はどんどん先輩の企画募集とかあったらどんどん出させてもらってたよ。じゃないとね、知名度上がらないでしょ。俺らの商売っつうのは知名度勝負みたいなところあるからね。全然本人が出たかったらいいよ、そのための募集なんだから。これが新しく買ったルーターの先端の針ですね。これ高かったんだけど、1300円、1330円したんだけど、これが抜群にいいんですよ。何個も試して、今回やりたい細かい作業にすごく向いてるんで、めちゃめちゃいいですよ。
スでやってみるか。なんか電圧弱い。あれおかしいな、なんか電圧、あ、これか、これだ。これどれくらいのメモリに合わせればいいんだろう。しかもやっぱ全然違う、ルーターが。なんか2000円のルーター使ってたんだけど、ハンドルーター、10万円のルーターね、音が静かで回転数が安定する。全然違う、ほら音が静かでしょ、ガリガリ削れてんのに。すげえすげえ、これ夜でも作業できるな。すごいね、やっぱプロが使う機材全然違うわ。おー、すげえすげえ、すごい。おい、すごいすごいすごい。すごいわ。これはすごい。これくらいの穴はいけるっぽいな。切れる切れる、うわ、切れる切れる。すげえな、めちゃめちゃ早い造形が。すごいよ、これはいいぞ、これはいいね、いい買い物した。1300円で全然違う、表現の幅が変わる。これはすごい、なるほどね。これすごいよ、のんちゃん、すごいでしょ。花も、あーすごい、素晴らしい、あーすごいすごい。すごいね、これはいいや、これはいいもんだ。針が壊れないようにしないとね。ハートプレゼントありがとう、カメさん。
それさえあれば何でもできるな。歯車の後形をどうするかな。のんさん、歯車の形どんなんがいいかな。なんか俺が作ると変な歯車になっちゃうのよ。見て、これ。変っつうか、ダサいんだよね、俺のデザインする歯車。見て。超ダサいでしょ。まあなんかかっこいい、なんか歯車いっぱいあるんだけど、ここに。それをテンプレにしてさ。だってそれだ、テンプレにするんだったらこれをなぞって模倣すればいいだけだ。オリジナリティが全然ないんだよ。どうしようかな。みんなおはよう。おお、ゆいこさん、お疲れっす。悪くない？なんかもっとかっこいいデザインの歯車がいいな。なんかそれだとダセ。それやだな。いや、これはすごいな。文字も綺麗に書けるもん。完璧だな。すげえすげえ。やっぱいいやつは全然違うな。のんちゃん、なんかお水かなんかもらえる？あれ、いない。新アイテムっすね。ルーターの先端を買ってきたんですよ。ルーターの先端を。で、ルーター、X さんから借りてきたんですけど、これもう全然違う。2500円とか3000円のホームルーターみたいなのを使ってたんだけど、何が違うかっていうと、回転数が、まず出力が高い。ウィーンっつって、パワーがすごいっていうのと、あと音が圧倒的に静かだから、こう、ウィーンって、歯医者みたいな音してたのが、これくらいの音。全然出力高いのに、音がもう違う。だから夜中も作業できるっていうのと、あと削り方が全然違くて、なんだろう、鉛筆でね、こう、なぞるみたいに文字が彫れる。ウィーンってね。だ前だと、その回転数があれだったからあれなんだけど、曲面を描ける。だから綺麗に彫れるね。我っていう字とかもこうやって。ブレを気にしないで鉛筆で描いてるみたいにいけるっていう。これやっぱプロが使うのって全然違うね。全然違う。だからルーターであんまり作業してこなかったんだけど、でも今まで練習してたのが、役に立つ感じですね。カービングの技術っていうのが生きてるっていうか、全然綺麗に彫れますね。ハートココありがとね、のんちゃん。ありがとう。どうしようかな、歯車。
どっから行こうかな今日。あとは、どこから作業しようか。歯車作ろうか。迷うな。一応1ミリの板は削り出してるから 1.5 ぐらいかな。これパーツはできてるんだが失敗が効かないんだよな。それか新アイテムを出すか。新アイテムからやろうかな。新アイテムのターコイズを買ってきたんですよ。ターコイズワックスを。こいつから行くっていうのもありなんだよな俺としては。どうしようかな。こいつも試したいし。おいしそう。これ？おいしそう？これ？うん。おいしそう？おいしそう。うん。うん、でももうあれだな、勝負しないといけないな。行くわ、一発勝負。あ、なんだろう。はーい、してるってことですか？はい。はい、使ってないです。現在も水流れてるのか。まだね、回ってるんですよね。水出てる。ちょっとゆっくりなんか回り続けてる。多分なんか、はい、ちょっと金額が、はい、ちょっとずつ、出て、はい、どんどんね、量子的に広くなっちゃって。あ、わかりました。それって何ですか？どっかから漏れてるってことですか？そうなんです。それが調査が合わせて、はい、ちょっとその量子的にかと思うんですけど、はい、ただ大家様が対応されることだと思うので、あ、わかりました。はい。あ、わかりました。それではよろしいですか。はい。ちょっとこれ、はい、これ1ヶ月分の7000円ですか？ 2 ヶ月。2ヶ月。あ、わかりました。はい、前3000円ぐらいでしたっけ？基本料金になったら3000円か4000円。はい。どれくらいのペースで水漏れちゃってるんですか？トイレとかもなんかその音しかですね。はい。はい。大人の大人になっちゃうと思う。
水漏れ。大家さんに確認するわ、後で。はい。はい、ただいま。水が漏れてるかもしれないって。ここデザインどこだ。鍵格子違う違う、ルーターでね、あの新しいやつをやろうと思ってて、ルーターでカレーを。いらっしゃい。みんなおはよう。一回大きめに書いてさ、うん、復習コピーしてみたら。何それ。歯車。歯車、縮小コピー、うん、何それ。大きく書いた方が正確に書けるでしょ。うん、うん、それをどうやって小さくするの。それを縮小コピーして、うん、で、なぞる。なぞる、うん、
俺絵が描けないからさ、そもそも。だから多分作り始めたらかっこいいの作れると思うの、こうやって削ったら、うん、でもなぞったり、なぞるのはできるんだけど、うん、絵自体のデザインが下手だからこうなっちゃってるの、うん、造形能なの、造形能。こんにちは、アブさん。そうだよね、前うるさかったもんね。すごい、あれだったもんね、音が。ルーターね、これプロが使ってる15万ぐらいするやつなんだって。前夜中だったら無理だったもんね。メガホンありがとう、アブさん。メガホンありがとう。あぶね。跳ねるな。あぶね。これカービングだな、これ後で。ハートプレゼントありがとう。アイテムありがとう。危ねえ危ねえ危ねえ、手元狂ったらアウトだなこれ。危ねえ、パワーが強い、出力は強い分ね。あ、ミルキーさんこんにちは、よろしくお願いします。
危ない危ない危ねえな、これこれちょっと使い方超危ねえ。下に下ろそう。ちくびさんこんにちは。あーハートありがとうございます。こんにちは。親が生活保護者、もしね、あの生活保護完全マニュアルっていうあの番組をやります。で、あのもし参加ご希望の方がいらっしゃいましたら、あのぜひご連絡ください。前回第1弾をやったんですけど、あの第2弾をレギュラー化していく予定でして、あのすごく好評な番組だったので、もし出演したい方がいらっしゃいましたら、あの生活保護に関する質問、それから反対派の意見などを募集しております。参加し番組に出演したい方はぜひご連絡ください。よろしくお願いします。生活保護は前年度よりも所得があればもらえ、前年度所得があればもらえないものなんですか。あ、初見さんいらっしゃい。前年度所得があればもらえないもの？いや、所得があってももらえますよ、生活保護は。生活保護は所得があってももらえますよ。要は最低な所得になれば。今ね、番組を作っていまして、番組の出演者を募集しております。もし興味のある人がいたら質問してください。毎年生活保護の金額が違うんですけど、おかしいですよね。おかしくないですよ。毎回生活保護っていうのは、あの算出をするんで、毎回値段が変わるっていうのはおかしくないとは思うけど、まあそのどこの項目におかしいところがあるのかって突っ込んでいただければ、専門的な回答とかもできますし。
もしよかったらね、専門的な知識、生活保護に関する質問はね、俺にするよりもね、この動画のコメント欄にしてもらえたら、いいと思うんで、ちゃんと答えてくれる人がいっぱい出てくるんでね、もしよかったら、こっち側に、生活保護に関する質問はこちら側にお願いします。ちょっと待ってね。ごめんなさい。この番組で質問を募集してるわけじゃないんですよ。出演者の方をね、今、募集している感じなので、うん。送料200円ぼったくりじゃないでしょう、全然。アマゾンだってもっと高いし、楽天だってヤフーオークションだってもっと高いでしょう。200円ぼったくりじゃないよ、全然。送料200円ぼったくりってどういうこと？どこがぼったくりなの？おかしいだろ、金銭感覚。全然ぼったくりじゃねえわ。郵便82円だよ。それ切手代ですよね。切手代ですよね。梱包代とかさ、全部かかってるんですけど、郵便局屋さんじゃないんで僕。それ切手代でしょ。ステッカーに梱包しないでどうやって送るの？ステッカーに切って貼って送るの？めちゃくちゃだな、本当に言ってること。バカも休み休み言った方がいい、アンチは。事前事業やってるわけじゃねえんだよ、こっちは。企画はね、今のところ予定は23日ですね。はい、23日です。で、だいたい質問者が3名かな？質問者がだいたい3名ぐらいと、3名。あと、生活保護反対派の人の意見も3名ぐらい、募集しようと思ってます。ねえ、郵便局の人じゃねえんだからさ、何お前切手代ってお前、バカじゃねえのっていう。ステッカーに梱包って、梱包しないで届いたら、じゃあお前ステッカー買った時にステッカーに切って貼ってそのまま送られてきたらボロボロになるぞ。頭悪すぎるだろ。梱包いるだろ。業者でシール買って、アマゾンでシール買って、ステッカーに切って貼ってあったら怒るだろ。バカすぎるだろ、本当に。本当バカも休み休み言えよ。びっくりするわ、本当。
践者とはどういうことですか？ですね、下の URL 見てもらうと分かるんですけど、第1弾で、ケースワーカー歴11年の小川祐樹さんという方をゲストに、まず、今確定してるのは、俺と小川祐樹さんの対談はメインでやっていこうと思ってます。で、これは尺1時間から1時間半ぐらい。で、今回そのコーナーを設けたいと思ってるんですよ。ワンコーナー設けて。で、それは、じゃあゲストの方どうぞとか、出演者の方どうぞって言ったら、まあ、例えば、私は生主やってる何々と申します。よろしくお願いしますって、質問がありますって。っていう質問コーナー。生活保護を受けたい時にこういうふうに言われたんですけど、こういう時どうすればいいですかとか、これは違法じゃないんですかみたいな質疑応答を3人ぐらい。あとは、もう3人ぐらいだから、演者としては、俺と小川さんがずっと座ってて、で、3回質問コーナーぐらい入って、で、3人ぐらい入りたいなっていう。今度3人が生活保護反対派が来て、こう、小川さんと俺と議論をするっていうか、ディベートをするというか、そういうなんか感じだから、8人ぐらいかな、合計。考えてる。まあでも、今のところ募集ないから、出演者いないから、まだわかんないけど。うん、そう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 。だから、生活保護に対する番組だから、第1回の生活保護完全マニュアルを見てもらえると大体雰囲気つかめると思います。あそこに出演する方ですね、出演したい方、ネット上ではないですね。出演なんで。はい。で、もし、個人的に生活保護のことを知りたい方は、下の、下の URL に、コメントを書いてもらえれば、後でお答えが来ると思うんで、下の動画に、URL にコメント欄に、コメントを書いてください。質問を書いてください。生活保護に関する困ってることは。ウェブカメ撮影を予定しているんだけれども、環境によってかな。2カメで今自分の機材で考えてるのは2カメで考えていて、2カメでウェブカメかな。本当はね、一眼レフとかで撮りたいんだけど、のんちゃんちょっと協力して。のんちゃんちょっとこれ自分のカメラ、自分の顔向けてて。今考えてるのは、じゃあ、のりこさんお願いしますって、例えば俺がこうやって話してるじゃん。で、俺と小川さんの映像と、俺と小川さんの映像と、なんで、映しててよ。映してて。ちょっと、説明ができないから。こっち側が、反対論者の画面で、こういう風に切り替えていこうかなと思ってる。のんちゃん、カメラ止めた？うん。ちょっと待って。あれ？こんな感じで。2カメでやろうと思ってる。2カメで。こういう感じで。そう。で、まあ、プロフィール写真とか、こういう風に、人物紹介とか。だから、まあ、番組作りとか、セットは自分で組もうかなと思ってるけど。のんちゃん、協力ありがとう。はい。うん。こんな感じでやろうと思ってますね。場所はどこの予定ですか？都内ですね。新宿、新宿かな？俺が新宿から出たくねえから、新宿がいいな。新宿近郊で考えてます。うん、場所とか日付、大体決まってますね。日付は決まっていて、場所がまだ未定なんですけど、場所は特定とか嫌なんで、演者だけに公表します。
場所は演者の方だけに、あの出演しますって言った方だけに DM と LINE を送りますね。で多分貸し会議室でやるから、多分ねコーヒー代プラス場所全員で割り勘するからプラス1000円ぐらいかかると思う。コーヒー代プラス1000円ぐらいかかると思います、参加費。今ね、シルバーワックスって言って、シルバーアクセサリー作ってますね、僕は。仕事で、シルバーブランドを立ち上げてるんですよ。観覧はないですね。観覧はないです。はい、お客さんは入れないです。お客さんは入れません。うん。そっか、ミルキーさんありがとね。おい、カオスお疲れ。カオスいらっしゃい。リアルディスプレイ、モニター変えた？いくらで変えたの？中古の安いの買うっつったもんね。お、のんちゃんがスケッチブックを。おお、のんちゃん絵描くな、偉い。あれ、コンパスなかった？コンパス？コンパスなんか知らないよ、見たことないよ。へえ。俺コンパス持ってないよ、もともと。定規は？定規はそこら辺ない。2000円安い定規。これ筆箱もともとうちは1個だよ。のんちゃんコーヒー買ってきてくんね。のんちゃんも飲む、なんか、うん、ホットコーヒーがいい。のんちゃん飲まないの、うん、はい、Thank you。一応ね、インターネット生放送はするんでね、リアルでの観客席みたいなのは設けないけど、放送は見ることできますから。前回は俺と小川さんだけの対談形式にしたんだけど、今回から番組本格的に、前回すごい受けが良かったんですよ。
2時間ぐらいで閲覧400ぐらいいったんで、で YouTube も再生数どんどん伸びてるんですね。まだアップロードしたばっかりなのに。だったので、参加者入れた方がその議論が活発になったりとか、こう面白い番組作れるなっていう考え方なんで、僕自身が今回から参加者を募ろうっていう感じですね。まあ別に参加者いなかったら前回同様対談にするだけなんで。今回からやろうと思ってますよ。前回は突発的にその初めて会ったんでゲスト入れるっていうのができなかったんだよね。もう俺が小川さんどんな人か分かんなかったし、やっぱり番組の手応えがあってからそういう人を誘うには責任が伴う。何？ありがとう。ありがとう。はい。はい。人を誘うのは責任が伴うからさ。だから前回の番組はテストマーケティングみたいな感じだよね。あ、もういつか決まってますよ、日程は。日程は決まってます。演者の方にお伝えしようと思ってますね。要は、出たいっていう方にお伝えして、で、リスナーさんには、演者とかが決まって、構成とかが決まって、プロフィール欄とかを書かないといけないんで、捨て頃のポスターみたいなのを作らないといけないん で、そしたら告知を行うって感じで、リスナーさんには一般的に。この日に放送しますよっていう。日付は決まってますよ。
マモちゃんいらっしゃい。
ちょっとうざいね。まあそういう人間なんでしょう。うざいなっつっていいね。うざいよね。俺も思った。うぜえこいつ。本人かどうかは知らないけど、別に本人でも本人じゃなくてもうぜえ。マジでうざいね。うん、うちのリスナー冷静でいいよね。本人うぜえなこいつっつって。全く動じないっていうのがいいよね。え、でも柴田って名前で柴田のアイコンとサムネを使ってる時点でさ、うちの放送に合うわけがないんだからさ、客層が全然違いすぎるもん。消えろって感じだよ。お呼びじゃないっていう。バターと絡みたいとか一切ないし、
大怪我するっつうか絶対絡まないね。まあなんか大勢いる場とか、あーでも無理だな、柴田と絡むことないだろうな一生。ブランドが傷つくよ、和道ブランドが。多分柴田と絡むことは俺一生ないわ。怪我するよね絶対。初見です、これこれから。これこれから俺のところに来たの？これこれから？どういう流れ？これこれさんと俺絡みないけど、チョコさんいらっしゃい。これこれから？なんでこれこれさんが俺のところに絡みないのに俺の名前出すことないと思うよ、これこれさんは。寄せてみたら、ん？何を寄せんの？さんの配信見たこと一回もない俺だから、あのどんな放送やってるか知らない。息するの忘れてる俺。アホすぎるぞ。ありがとう天野さん、息するわ。ワイドショーみたいな感じなの、コロコロさんって。へえ。すごい人気なんでしょ。逆笑いネタ取り上げてわちゃわちゃ言うとる感じ。ほうほう。俺も見たことないね。ていうか放送あんま見ねえかんな。ほっぺをなんとかしてやれ。俺が？なんで？
5年間やってあれだぜ。なんで俺がコッペをどうにかしないといけないの。人の配信にかまってるほど余裕ないよ俺。毎回1万人は行ってんだ。へえ、すげえな。超人気もんじゃ。めっちゃ面白いんだろうね多分。何がいいか分かんないか。いやでも人が集まるっつうことは面白いんでしょう多分。面白いと思ってるからそれだけの人が見るんでしょう。何かに受けてるんだよ多分。そう、何か俺も分かんないけど、面白くないのに人が集まることはないから何かしら面白いはずなんだよ。そう、何かは誰も分からない。母性本能をくすぐられるんだ。生で一回会ったことあるけどね、コルコルさん。会ったことあるっつうか、見かけたことあるって言った方がいいし、会ってはないか。見たことあるよ。新八丁がこれこれだーっつって近づいてたから。でっかい人だよね。めちゃめちゃ背高いよね。声がやばい。いい声なんだ。相談いいでしょうか。何の相談ですか。いや、鼻にマスクしてたかな。うん、多分マスクはしてたような感じだった。身長めちゃめちゃでかかったけど、マスクしてたと思うよ。鼻にマスクっていうか普通にマスクしてたね。なんか YouTube の撮影やっててアルタ前で、で新八丁が「あ、これこれだ」っつって「これこれ」って言って挨拶してたよ。俺はポケッと「あ、あの人か」と。これこれさんっていう人かーってボケーと見てた。あ、生活保護の相談枠じゃなくて、僕がですね、今度番組をやるんですよ。ケースワーカー歴11年の小川祐樹さんっていう YouTuber の方と生活保護完全マニュアルっていう番組をやります。でそこの出演者を募集してますね。はい、出演者を募集してます。生活保護反対派の人と生活保護の相談をしたい人ね。はい、
もしね、本当に生活保護で困っている方とか質問がある方は、下の URL に動画があるので、そこのコメント欄に質問書いていただけるとお答えさせていただくので、もしよかったら YouTube の方コメントに質問書いてください。困っている方は。はい、ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。全然募集来ないね。対談にすっかな。シリアルナンバー入れますよ、全部。はい、トシさんいらっしゃい。全部にシリアルナンバー入れます。刻印入れますよ。だから世界に1個のちゃんと限定ナンバー入れるんで、入れます、入れます。やっぱナンバー入れたらね、証明になるじゃん、世界に何個売れたっていうね。刻印は絶対入れる。さすがですね。刻印は絶対入れた方がいいよね。よし、休憩しよう。お金避ける？何お金避けるってどういうこと？くり抜きましたよ。
嘘、嬉しいな、としさん。ぜひぜひ。ぜひぜひ。今ね、6月の捨て頃に間に合うように作ってるんで、捨て頃に物が買える状態じゃなくて、展示品を作ります。で、そっから予約販売を開始しようかなと思って、受注生産でいきますね。で、今ちょっといろいろ考えてますね。刻印もね、ちゃんと勉強してきたんで、昨日刻印の練習してきましたね。見ます？こんな感じで刻印打つんですよ。これがその動画、刻印打つ動画なんだけど、あれ？何回も練習しないとダメだね。すっごい難しいの。X さんが打つ刻印はすっごい綺麗に入るんだけど、俺の場合深く入りすぎちゃったりとか、一応ね、右と左でバランスはおかしくはなかったんだけど、深すぎるんだよね、ちょっと。この刻印が入ってんだけど、シルバーって入ってんだけど。ちょっとね、深く入りすぎちゃってて、綺麗に入らないんだよね。こういう、練習も今重ねてますよ。いろいろと体験してますね、彫金のことを。すごくいいものがね、できる予感がします。あ、見てくれたんすか。うん、のんちゃんがね、ラフで描いてくれたの。のんちゃん、そういえば絵描いてんの今。何描いてんの、見せて。歯車。おお、すげえかっこいい。すげえ、のんちゃん。わあ、すげえすげえ。のんちゃんがね、歯車のデッサンしてくれてる。ほら、パーツの。すげえ。やっぱあれだね、美大生は違うね。すげえ、のんちゃん優秀。ね、これ自主的にやってたの？ありがとう。これかっこいいじゃん。これいいじゃん。これかっこよくない？この歯車。これ作れるかな？これを作れと。いいね、でもね。コンパスがないからうまくできないよ。うん、いいよ、いいよ。ハンドメイドだから、あんまりその機械的に作るよりもさ、こう味があった方がかっこいいと思うの。ちょっと傷はダメだけど、そのアーチとかがさ、手で作るとさ歪むじゃん。ああいうのかっこいいよね。
いいね、かっこいいね、その歯車。いいものができそうだ。こんなに時間かかるもんだとは思わなかったよな。シルバー1個作るのにこんな時間かかるとは思わなかったからさ、すげえやっぱ感動するよね。ああ職人さんでこうやって作ってるんだっていう。愛情を感じるよね、ものづくりに対する。なんかね、道具とかもいっぱい教えてもらって、その X さんに御徒町に行って、いい道具の選び方っていうのがあるのよ。で普通の人はさ、そのヤスリって言ってもこの金のヤスリにしてもさ、どう使うのかって、 X さんってもう何十年もやってる人は職人技を持ってるわけよ。で普通さ、この平面の部分で削ると思うの。こうヤスリがあったら、この平面になってる部分にギザギザがあって、ここにギザギザがないでしょ。で俺もだんだん分かってきて、このね、刃の部分っていうのかな、刃の部分にヤスリがかかってるかどうかっていうのがあるんですよ。この平面のさ、刃の部分にヤスリの金目が入ってるか、このギザギザが入ってるかで、そのいいものか悪いものか、あとそのグリップができるか、そのこっちの長さとかさ、だんだん分かってきた。ここの曲面の細さとか。だから道具もね、道具がすごい重要。だからこの一本の今日使ってるルーターとかも、この刃っていうのが最新型のやつなんだけど、一番新しく出たやつで、でジルコニアの石とかのやつとかも同じ形なのに全然機能が違うの。そう、例えばジルコニアすごかったの、ウィーンって削るシャープさ、滑らかさが違うんだけど、掘る力が弱いのね。で今回はこの細い先端の掘る力の強いやつを選んでもらったんだけど、もう何十個も試して、ウィーンウィーンっつって、で今回俺がやろうとしてんのこれがいいんじゃないって選んでもらって、でも市販のものと全然違うのよ、そのアマゾンで買うようなものと。その御徒町に行ってさ、そういう工具の勉強で、その薬剤とかの勉強とか、どれが粗悪品で、どれがいいもので、どれが高級品で、どういう風に使うとか全部教わってきて、すごい楽しいよ。ヤスリ1個でこんな世界違うんだっていう、表現の幅が変わるの。だから X さんはもうその市販で売ってる道具でこと足りない場合っていうのは、なんて言うんだろう、その自分で道具を改造しちゃうのよ。
道具自体にヤスリ自体を改造したりとかもするぐらいで、すげえなーっていう、奥が深いよね。本当に職人さんなんだっていうのがよくわかる。でもっと言うなら、そのブラシとかも売ってるのよ。だけどこういう市販で売ってるものの方がいいよとか、例えばそのカービングをするときは実はこのメーカーのこのナイフがいいんだよとか、普通にカッターナイフでさカービングするとは思わないじゃん普通の人。でも実はこれが一番いいっつって、実際これが一番いいのよ。スパチュラもね、あの選び方教えてもらったんだけど、スパチュラよりも俺はもうこっちで慣れちゃってるから、そんな細かい造形やらないからさ。すごい奥が深い。この道具でここまで表現が変わるのかっていう感動があるんだよね。おい、リンさん、こんにちは。ムシムシリンさん、いらっしゃい。今ワックスしか作ってなかったら気づかなかったんだけど、その鋳造であったりとかキャストっていう作業とかすごいの。要は1個のシルバーができるまでに何個、毎日俺は配信してるよ、仕事だもん、こう何個も工程があるのよ。ゴム型を作るプロもいるし、キャストのプロもいるし、すごいの。もうこの世界って、そのワックスに命かける人もいれば、金型原型を仕上げるのに命かける人もいれば、癖があるのよ、そのシルバー1個作る人でも。そういうのがだんだん分かってきて面白いの。俺は今そのワックスっていう、もう一番最初の原型の原型みたいなものを作ってるのね。金型原型を作るための原型を作ってる段階なんだけど、なるほどって、このワックスでできない作業は金型原型でやるんだとか、いろいろ見えてくるので、金型原型の作り方も今度ゴム型原型に変えるんだけど、量産化するときに、そのゴム型原型の作り方とかもいろいろあるのよ。超面白いよこの世界。シルバーアクセサリーふっけーみたいな。でやっぱりそのそれ専用のなんかプロみたいな人がいるのよ、業界の中に。もう この原型を作らせたらこの人に右に出るものはいないとか、日本の第一人者とかさ、そういう話とかワクワクするんだよね。だからもうそのシルバー職人の中でこの人にゴム型原型作ってもらいたいとかもあるの。役割分担になってんの。だあとは磨きのプロとかさ、もう日本刀だよ日本刀。玉鋼を採掘、あの鉄を採掘する人、砂金を取る人だよね。今度玉鋼を作る人で、今度それを刀に変える人、磨く人で彫刻打つ人みたいな、すごいそういう世界。シルバーってこんなすげえんだみたいな。だから1個の俺らはさ、お店でブランド品とかのさ、お店しか知らないわけじゃん。だけどそこにすごい数多の手がかかってるんだよね。
でやっぱりその粗悪品とか見抜けるようになる。あ、これはいいなとか、これは悪いなとか。で多分その今度は石とかもあるんでしょ、ダイヤモンドとかの見極めできる人とかさ。だから X さんにその刻印の打ち方見せてもらうときに、なんかモデルないかなっつって自分がつけてる指輪パッて渡したの。この刻印どうですかっつったら、あれって、これ偽物じゃなくて、これパチモンじゃなくて本物だなっつって、なんで分かったんですかって、鑑定書とかないじゃないですかっつったら、いや刻印の打ち方がこれプロだわっつって、あのここの部分見てみてって、これをコピーするとここの歪みがエッジが効かないんだよって、でここの凹凸の部分の丸みが出るのがあの偽物なんだよって、でここの薄い刻印あるでしょって、これ消えちゃうんだよって、すげえみたいな。だから本物と偽物とかもだんだん、あ、多分見分けられると思う。指輪とかシルバーとかね。そういう目利きができるようになってくるね、だんだん。だからその刻印とかも、そのオリジナルの刻印で打ったりとか、この部分をどうやってやったらコピーされないかとか、そういう技法とかもあるのよ。型取ってね、コピーすりゃいいって世界じゃないの。全然違うの。でその贋作の話とかも面白くて、やっぱりその贋作は食えるわけじゃん、要は違法行為だけど。でもそのなんで X さん贋作やらないかって言ったらさ、贋作をやっちゃったらクリエイターとして終わる。要はそのものづくりをしたくてその世界に入ったのに、人のコピー、やっぱすごい贋作師とかもいるんだって、本物超えちゃうような。で儲かるんだって。でもあくまで自分の商品は世に出回らないわけじゃん。あくまで誰かが作ったものをさ、さらによく作れる能力しかないから、やっぱり死んじゃうんだってクリエイターとして。だから俺は贋作は嫌だっつったね。偽物は嫌だっていう。だからそのあえてその下手でもいいから、その和道の手に作らせるっていう、下手でもいいから本物を作るっていうのが X さんのテーマなんですよ。最終的には X さんにチェックしてもらうけどね、全部ね。ここをこうした方がいいとか、ここのエッジを効かせた方がいいとか、全部見てもらうけど。でもあくまでその原型とかデザインとか全部自分でやるっていう。でもあれだな、嬉しかったな、 X さんがお酒もうやめるわって言ったの。いやいや、本当に抜いてた。もう本当にアル中なのよ。いやまあそれでね、やめらんなかったら悲しいけど、まあ、人間だから分かんないよ。アルコール中毒って結構抜けないし、結構深く酒入る人だから。だけどさ、そのなんつうの、そういう思いがあったのは事実じゃん。和道の放送を見ててやめたいと思ったっつって酒抜いてきて、でそこで勝つか負けるかは俺 X さんの問題だと思ってんの。うん、それは確かにね、次会った時にベロンベロンに酔っ払ってたらちょっと悲しいけど、でもいやシラフの時に話せたから。でも自分でも後悔してたんだよ、本音で話してくれて。なんか俺はその酒うまく酒飲むわけじゃなくて、逃げるために酒飲んでたんだよねって言ってて、でうまくいかない時に酒飲む癖があるからって、このガキの頃からって。相当辛いだろうけど、珍しく炭酸水飲んでたよ。
できた？どれ？うわお、かっこいいね。これこっちが表？こっちが表？こう？いいね、かっこいいね。これ表現できるかな。ありがとうね。すごい。ん、これが横？こう？どっちもいい。あ、そっか、ネジだから回るのか。かっこよくない？ん、アメリカ人。もしもし。こんにちは。なんか、うん。あの鮫島さんから聞いたんですけど、はい、あのインコ殺して唐揚げにしたって本当ですか？いや、知らないけど。え、鮫島さんと一緒にいんの今？いや、なんか鮫島さんが言ってしてないって言ってますよ。言ってました、サバゲの時。サバゲの時言ってたって言ってます。何やってんの今？俺が鮫島さんと一緒にいんの？鮫島さんが家に来て、まだ中から来れる？いや、行かないですよ僕。家に来て、なんか変なソース作ってます。ソース？なに、配信やってんの今？変なソースって嫁のソース。配信やってます。配信どこでやってんの？僕の枠でやってます。あ、本当だ。やばい人が来たって。やばいっすよ。だって、うん、勝手に名前書かれるし、うん、サイン壁に。名前書かれるって。あ、そういう人だよ。大変だよ。ね、本当にあの追い出した方がいいよ今すぐ。追い出されて家が家庭崩壊するよ、家庭崩壊。なんか鮫島さんの悪口。いっぱい言ってますよ。あの、家庭崩壊するぞって。鮫島さんが。いいんですか？マー君、お前あれだよ。マー君のために寿司握れや。どういうこと？マー君と鮫島さん会食したいから、お前寿司握れって言ってますよ。ちょっとよくわかんないわって言っといて。ちょっとよくわからないけど。その話題は NG だな。被害者。家庭崩壊もしてるから。え、じゃあ、マドウさんは、うん、インコの唐揚げ作ってないってことなんですか？作ってないわ。死因は何だったんですか？踏んづけたって聞いた。踏んづけた。それは本当。これ本当だよ、これ。インコ殺して踏んづけたって笑ってますよ。じゃあ、なお言ってんじゃん。俺、笑いながら言ってた。それは本当だね。え、可愛くないんですか、インコ。いや、めちゃめちゃ可愛かったよ。インコじゃなくて、文鳥ね。文鳥を。めちゃめちゃ可愛かったけど、うんつけて殺したって笑ってた。背丈が低い箱に入れたら、出ちゃって、で、ね、ベッドの上に行って、寝返り打ったら踏んづけたんだって。え、それで死んだんですか？そうだよ。怖いよね。え、どうしたんですか、それ。食べた。いや、埋めた。埋めたって言ったの？いや、唐揚げにして食ったんだ。唐揚げなんですか？そうなんですか。え、何？はい。何やってんの？いや、なんか鮫島さん誕生日を私に池袋まで行ったら、うん、じゃあ回路食ってやるよって言って、はいはいはい、回路食ってもらったんですよ。はいはいはい。そしたら、うん、お前昨日メリッサ誕生日だったろ、じゃあちょっと俺も寄るわって言って、うん、なんか家庭料理を振る舞ってる。いや、なんか、うん、じゃあ出前取りましょうって言って出前頼んだんですけど、うん、味が気に食わねえって言って二口しか食わねえしそういう人だよ、うん。おお。なるほどね。ダメ、はい、もうそんな感じです。うん。うん、すごいじゃん。350人。うん、見てる見てる。うん。これが減るでしょ。はい、これから減ると思います。ワドウさんで今売名させてもらったんで。ワドウじゃない。あ、そうだ。アメリカ人さ、生活保護の番組やるんだけど今度。はい。出ない？僕生活保護と何の関わりがあるんですか、そもそも。そうだよね。ないよね。稼いでるしね。え、それ何をするんですか、生活保護の企画って。あの、ケースワーカー11年やってる、あの、生活保護専門 YouTuber の人がいるのね、はい、小川さんっていう人。はい、はい、はい。で、その人対談を前回やったら結構400人ぐらい閲覧あって、好評だったの。はい、はい、はい。で、YouTube の動画再生も伸びてるから、これレギュラー化しようって話になって。あ、じゃあ生活保護でを受けてる人のリアルな声と、うん、みたいな感じですか。うんとね、今では体験談とかコメント拾うだけだったんだけど、それだと番組マンネリ化するから、あのゲストを呼んで
こう生活保護に関する素朴な疑問とかを目の前で小川さん答えてくれるみたいなコーナーと、あとは、はい、あの生活保護反対派の声ってあるじゃん、不正受給だとか、こういうのは不正受給だろうみたいな、例えば、はいはい、前回多かったのふわっちでその西川さんとか白水さんって不正受給だっていう声が多かったから、はい、だからそういうのを直接言ってくれるキャラクター的なのがいないと番組面白いじゃん、そういう風に言ってくれる人、なんかふわっちでこういう人がいるんですけどどう思いますとかさ、とか、いや、まあまあ、まあ生活保護、うん、まあもらい方にもよるんじゃないですか。そう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 、まあまあ生活保護に関するなんかこう、なんかこう質問なの反対意見、要は生活保護なんかなくせとかを小川さんに言うキャラクターの人を探してるの。和道さんはちなみにどっちなんですか。俺はだって番組作ってる側が和道だから司会。あ、司会なんか反対派とか賛成派とかじゃない、番組作って回す方。あ、回す方なんですか。うん、あ、じゃあもうどっちでもないみたいな、どっちでもない、まあ、意見を聞いて回すみたいな、ね、そうそうそう、まあ俺に噛みついてくる人もいるだろうから、それもそれで面白いかなと思って。じゃあ一番噛みつくやついるじゃないですか。誰、生活保護反対者で。誰、多分和道さん嫌がると思うんですけど、ミュウツーがいるから。だから別に、いやでもまああいつに俺からオファーかけることないから、あいつが出たいって言ったら出すよ全然。あ、出たいって言ったら出れる可能性があるってことですね。出れるっつうか、まあ今予約ないから出すよ別に、そこは。あ、うん、じゃあちょっと今日今からミュウツー来るみたいなんで、うん、ちょっと聞いてみます。あ、オッケーオッケー。ちょっと味噌ぎの一つに入れてみます。あ、了解です。すいません、忙しい。いいえ、とんでもない。うん、すいません、ありがとうございます。アメジンだね、鮫島さんと。なんかアメジンの家でパーティーやってるっぽい。おい、大学終わった？今からバスだ。おかえり、お疲れ、のんちゃん。おいっす、おいっす。お疲れ。今日早上がりみたいな感じなのかな。大学はちょっとシステムがよくわかんないけど。お疲れ。頑張ったね、今日も。のんちゃんが選んだ音楽聞いたよ。
可愛かったな。あれ笑ったんだけど。って格闘技の入場曲でこんな感じなのと思って。可愛くないちょっとあの曲。間違えたのあれじゃないんだ。あ、そうなんだ。あ、そっかそっか。あれ、のんちゃんが選んだやつかと思って。あ、違かったんだ。なんだ。あれじゃないのか。太郎さんに LINE したらもう締め切り間に合わなかったんだ残念だね。まだ時間あるはずなのにね。ジャスラックとかのあれがあるんだろうね。結構イベンターって大変だからさ、ジャスラックに申請とか出さないといけないから間に合わなかったんだ。俺も前回間に合わなかったんだよね、曲変更。リスナーさんが作ってくれた曲で行こうと思ったんだけど、途中で変更できますかっつったら、もうできないわーって。ダメだな。一回枠、取り直すか。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前、バットボタン押してんだよ、もう。